ダルライザーは白川市の活性化のため白川商工会議所青年部が2008年10月にデビューさせたヒーローキャラクター。福島県白川市の名産白川ダルマをモチーフに2009年に誕生したご当地ヒーロー。制作は白川商工会議所青年部。名前の由来は白川商工会議所青年部の一般公募で決定。ダルマが起き上がるから。 特徴は、ただの人間であることで、子供たちに強くなるためには、自身の努力が必要とし、スーツやマスク、また人物にも特殊な能力は、一切備わっておらず、服装を変えたり、スーツを脱ぎ献血をしたり、まさに一般市民と変わらない。白川市を中心に、福島県一円で活躍している。何度転んでも立ち上がるだるまの不屈の精神をもとに、 努力と工夫で諦めない大人が体現し、伝えようとし、素人である町の白川商工会議所、青年部メンバーをアクターとし、主に白川市でのイベントで、ステージショーや握手会などの活動をしている。その思いは子どもたち自身の自立を促し、将来大人になった時に町を大きく発展させてほしいという、今の活性化というよりも、未来の活性化を願っている。 白川商工会議所青年部が運営をしており、市や県の公式キャラクターという認定はされていなかったが、2013年10月に白川市公認キャラクター認定式に出席し、改めて白川市の公認キャラクターとなった。2015年4月13日に、プロジェクトダルライザーからダルライザープランニングと解明を行い、起業化している。2016年2月に、 アクションの技術として、スペインの近距離格闘技キーシーを学ぶため、スペインから創始者であるフースとディゲスの来日を実現させ直接指導を受け、自身はキーシーのインストラクターとしての免許を取得した。その後アクションとして、キーシーを本格的に採用している。2016年4月に日本初のキーシーの指導を行うキーシージャパンアカデミーを開校している。 地域を活性化するために誕生したヒーロー。ひょんなことがきっかけで街を守らざるを得なくなる。スーツは、ただの生地、ヘルメットは、頭部の保護、必殺技もないただの人間。持ち前の前向きさと、臨機応変に対応する能力で何事も乗り越える。胸や、背中、両足などに走るラインは、白川だるまの模様を図案化したもの。目のサングラスは上に上がる。 6人組の天才集団。サイコロをモチーフにしたマスクで正体を隠している。ダイスマスクには才の目の数字があり、お互いをコードネームで呼び合う。ダイスマスクには通信機能など多彩な機能が備わっている。理想郷を作るため活動している。知恵を使い言葉巧みに時には思考を操るマシンなどを自ら開発、行使し人々を翻弄する。 ダイスたちも人間である。外観はスーツ姿、革靴、黒ネクタイ、白手袋、冬場はコートを着る場合がある。コートを着用する期間は11月から3月、丸いガルマをモチーフにしたダルライザーに対し、四角いサイコロをモチーフにしたダイスがライバルとなっている。上記のダイス結成の権威は外部リンク、ダイス結成費は参照黒いスーツはダイスたちから奪ったものである。 ダルライザーの活動を見てヒーローとは何かを考え自らヒーローを目指すようになる。設定などは外部、リンク、ダルライザー裏話、台数裏話3章メイン章20分とミニ章約10分の2種に分け活動をしている。特徴は一切観客との絡みがないこと、ヒーロー章よりも舞台に近い。これは作者であるワッチとケアキが 舞台芸術系の大学である東方学園大学短期大学部芸術科演劇専攻出身のためそのような方針で活動している。声を担当するメンバーも全員上期大学出身者となっている。ダルライザーが必殺技のないただの人間であり基本的には武器を使わないためキャラクター賞としては特徴となるパンチキック等の打撃。 つコみ技のみで構成されている。2016年頃からスペインのマーシャルアーツキーシーを採用している。ライズ・ダルライザー・ザ・ムービーは福島県白川市を物体にした映画である。2015年4月に YouTube に投稿した映像作品の好評を受け映画化を発表。2015年12月23日から映画作成費用の協賛を募り目標金額を達成。 2016年12月3日から撮影開始。2017年7月15日、16日、白川市内の白川文化交流館コミネスにて試写会舞台挨拶。2017年7月29日白川市内の新城新金イベントホールにて上映開始。11月4日から24日まで福島市の映画館フォーラム福島で上映。スタッフ。 ありがとうございます。